はい、よーいスタート。カチン。監督の太田です。今日はこういう場所から、配信、録画、撮影、撮影でいいか、撮影しています。昨日で、この沖縄協奏曲、東京公開が終わりました。2月の頭からやってくれてるので、ほぼ1ヶ月。で、本当はね、あれなんですよ。まあ、ちょっと順番で話そうか。もう昨日も満員御礼で、もう来てくださったお客様でも、すいません、チケットがありませんってことでも、帰っていただいた方までいるぐらいに、もう場内は満員で、そこで、最後、感謝を込めて、舞台挨拶をまたさせていただいたんですけれども、いやー本当に、帰ってお帰りいただいた方は本当申し訳ないですし、で来ていただいた方は本当にありがとうございました。で、1ヶ月、まあ通常2週間なんですね、映画の上映って。で、それでまあ大体終わってしまう。ヒットしたら3週、4週と続く。で、実はね、ここしばらくのその動員数、何人入ったかって見てると結構高いんですよ。で、ただ、やはり東京の映画館は、なんていうかな、ワンスクリーンしかない。で、シネコンだっていっぱいありますね。10個ぐらいあったりしますよね。で、あるいは小さな映画館でも3スクリーン、3つあるところがあったりすると、新作映画来てもその他のところでやって、で、その一つヒットしてる映画そのままで、そこを変えていくっていう形でできるんですけれども、この新宿の映画館はワンスクリーンで、で、そこで1日4本か5本ぐらいの映画を順番にやっていくんですけれども、なかなかやっぱりこう新作で待ってる作品があるので、どうしてもヒットしていても終わらなきゃいけないっていう、あるいは一度終わらなければならないっていうふうな事情もあって、で結局、まあ、4週間やっていただいたんですけれども、いやーもう、あっという間の1ヶ月でしたし、それと本当多くの方が見てきてくださって本当にありがとうございました。でもちろん他のね、大阪、関西地方はまだ始まったばかりですし、横浜でもまだ上映はしています。ついこの辺は、先週始まったばかりだったかななんですが、なんかピコピコしてる、あそこいいのか、その東京の最後の、上映の話を今回はしたいと思います。で、まあ最後だということで、いろんなこう関係者の人たちもみんな、お客じゃなくてね、お祝いにこう駆けつけてくれて、で、まあ、最後なんで、で僕もあちこちで、トークしてますし、ね、それこう撮影して配信してこのね YouTube 番組でもご覧になった方たくさんいると思いますけれども、でそこでねちょっと一人で、今回それで10分しかなかったんですけれども、どうしようかと思って、でまあ一人でまた喋ってなんかこの間やばいな失敗してやろうかみたいなこと言ってましたけれども、でそうしてるとこの、映画のこの映画の、ナレーションをしてくれた若い俳優さん、くまくんっていう俳優さん、彼はね、沖縄出身なんですよ。ですみません、ちょっともう覚えてないわけじゃなくてね、脳が死んでるのでね、すぐに言葉が出ないかったり、特に地名とかがね、固有名詞がダメですぐ出ないんです。すみません、そうと思ってちょっと聞いていただければと思います。で、彼が若い沖縄出身の俳優さんで、で彼に一回やっぱり出てもらって、沖縄の、視点で見た、この映画、それもまあ参加してくれるこのね関係者の一人なんで、が話っていうのは非常に興味深いんじゃないかな、お客さんたちもちょっと非常に興味持って聞いてくれるんじゃないかなということで、していると、まあその日終わってから映画最終日だから僕も行きますって言ってくれたんで、ああこれは調子いいじゃない、ちょうどいいで見てもらって2人でトークしました。でその映像はちょっと打ち帰り次第編集して、また、明日にでも配信しますけれども、ここがどこだっていう話しなかったな、ここはね、その映画館に近いって言ってもそんな隣屋なんかじゃないんですけど、近いホテルで、っていうのはね、もう本当に体力なくて、
逆に言うとよくこの舞台挨拶は最後までできたなっていうぐらいな感じなんですよ。でも、とてもね、もう家まで新宿から電車で2時間かかるんですけれども、そこまで帰りつく元気がないのでこちらに、ホテルにを取っていただいたんですけれども、まあ今回はね本当に、僕なんか本当そんなまあペーペーのっていうか、有名でもない監督なんで、でまあ逆に言うか、普通ある程度の監督だったら、制作会社じゃないや、配給会社がちゃんとなんていうかな、ホテルを取ってくれたり、ね、そこそこのホテルを取ってくれたり、新幹線の、まあ、例えばグリーン車であったりとかいうのをして、その舞台挨拶会場っていうかの町まで、やってくれて、まあ、お願いしますって形で、まあ、やることが多いんですよね。でもね、僕はそこまでの巨匠じゃないし、もう全然有名な監督でもないんで、でそれとやっぱり僕みたいな映画の舞台挨拶のやっぱいいところは、映画ファンの人がそのまた大林信彦監督とかね、言うんならやっぱりおーっとね、僕の先生でもある師匠でもある大林監督ですけれどもとかだったら、あ、大林監督来るんだ、見に行こうとかっていうことはあるんですけれども、そうじゃなくても、例えば、有名な監督でなくても映画ファンの人たちって、監督が舞台挨拶に来るっていうのはやっぱり、あ、どういう思いで撮ったんだろうなとか、どういう現場だったんだろうなっていうことの話が聞けるので、割にっていうかね、結構たくさんの人来てくれるんですよ。で特に今回のような、ドキュメンタリーの場合っていうのは、俳優さんが出てるわけではなく、通常舞台挨拶って言った俳優さん目当てに生でその、ね、俳優さん、その人気の、俳優さんや綺麗な女優さんをやっぱり生で映画館で見たい、本物を見たい、本物というか本人ですからね、見たいっていう思いで来てくれるっていうことが多いんですけど、まあこの回の場合ドキュメンタリーなんで、結局僕はでね、その出演者の方々はもちろんいらっしゃいますけど、沖縄から来てもらうのも大変なんで、でまあでも最初にご出演者、東京にいらっしゃる出演者でいうと鳩山由紀夫さんで、初日にね来ていただいて一緒にトークさせてもらって、元総理大臣が舞台挨拶って前代未聞じゃないかなと思うんですけど、来ていただいたりはしたんですけれども、まあ今回の場合は日本中あちこち回ったんですけど、まあ、監督一人で回って、でそれもそのためにね、配給会社のスタッフさんが、随行して、いろいろやってくれるっていうのも、そしてそのためにその人一人分の交通費や食費や、宿泊費も必要になりますよね。で大変だし、でも今回もちっちゃな、もう本当に心あるけどちっちゃな制作会社、いつもお世話になってるところですから、そこをやってもらう時も3人で宣伝してくれてるんですよね。だから その一人を連れてきて、費用もかかるわ、お金も費用も一緒か、全力もかかるわっていう風なやり方すると、なかなか大変なんで、だからいつも僕は一人で、回るんですよ。でその時に、カメラ今撮ってるんだ、カメラに三脚に、それから衣装に持って、こうもんと両手持って、でもうヘトヘトになりながら、でそれもなるべく費用決まってますからね、このぐらいの費用で、で、7箇所行かなきゃいけないとか、で1箇所行ましたとかになってくるけど、値段は上がらないんで、その中でやらなきゃいけない、限られてるので、宣伝費っていうのは。でそれでした時に、いつもはね、サウナとか、カプセルホテルとかに泊まって回るんです。でそのことで、安くなるし、で飯食うのももう本当に、吉野で牛丼食ったりとかして、でそんなことでね、僕がそこに食べたり泊まったりすることに費用かけたくない、なるべく少なくして、一箇所でも多くの、映画館に行って、舞台挨拶できるようにしたいので、いつもそうしてるんですけど、まあさすがに今回はね、もうこんな感じでね、で今杖ついて歩いてますから、もう何回も話しましたけどね、目も半分失明して、両目とも半分ずつ失明してるんですよ。だからこのぐらいしか見れない。でおまけに心臓機能は今最低限までもうちょっとで戻るよっていうレベルで、だから体力もない。で脳の一部は死んでますから、こう思考力がめっちゃ低いっていう、もうほんと39で
まあ、本来もうちでもう少し静養して仕事なんかもセーブしてしなきゃいけない時期なんですけど、まあ、映画は公開は待ってくれないし、まあ、この2月までにね結構良くなると思ったんですけれども、まあ、まだね心臓機能も低いし、医者っていうか病院にも通ってますから、で薬も毎日この、ね、山ほど10個入りの薬飲んでますからっていうのもあったんだけど、まあ、映画は待ってくれないので、ここ1ヶ月のツアーもあって、まあ、よく行けたな。なんか最初のまたこんなこと言ってるとすぐ時間が経ってしまうんだけど、最初の東京、まあ、いいか今日はね総括の日なんで、東京行って、30分、鳩山由紀夫さんとトークさせてもらって、その日の翌日は、どこだっけ静岡県行って、静岡県のもういつもお世話になってるライターさんと、トークさせてもらって、それから帰ってこようと思ったんだけれども、静岡からね頑張れば、夕方には舞台挨拶があるんで夕方から帰ってくることできなくはなかったんだけど、もう疲労困憊でね、結局どこだっけ東京までたどり着いたんだけど、やっぱ品川かなんか の、安いホテルで泊まって、もうちょっとうちまで帰り着く元気なかったんで、ということで、もう果たしてあとそれで第2週横浜じゃない、静岡、近は、沖縄で、第3週が今度関西ツアーっていうのがあって、で今週は、まあ東京の最後だったんで、もう1ヶ月間もうあっちこっちで、おまけに沖縄は、ね、取材させていただいた方々へのお礼参りもあったので、毎日のようにこういろんな、もうだってすごい何十人もやってるから、もちろん全員行けなかったんですけど、できる限りの方にご挨拶してもらって、ね、おかげさまで完成しましたということで、したりするので、一日朝から晩まで、まあ、地元の友人がこう車を運転してくれて行ったんで、ね、沖縄結構広いですからね、あちこち回ったりして、でもうヘトヘトになって帰ってきてから、もうなんか5日ぐらい寝込んでて、もうちょっと記憶が定かでないぐらい、もう朝起きて、昼寝て夕方寝て夜寝るぐらいな、ね、感じで、もう自宅入院生活でしたけど、それでなんとか復活したんで、今度は、どこだっけ関西ツアー、関西は京都大阪で、帰り道で新幹線なんで帰り道で、横浜に行って、それぞれもうなんか20分とか大阪30分喋らせてもらいました。だからそれでそのビデオを見てもらうと、なんか監督元気になったな、いやまたよく喋ってるよと思うかもしれないけど、もうそれ終わった途端にね、そのトーク終わった途端にもなんか終わったっていう、明日のジョーの力士とるみたいに終わったって拍手しようとしたら叩かれていくみたいな感じでね、もうなんかそのね、大阪とか、大阪は僕のもう本当に高校時代まで過ごした町なんで、友達に会いに行ったりとか、県流ラーメン食べに行ったりとか、大阪のうまいもの食べに行ったりしたんですけど、もう映画館からに行くため、映画館と、もう泊まったホテルのみでね、これ今どこにいるんだろうみたいな、でおまけにその時も YouTube 撮ってましたからね、で終わったら即、電車というか新幹線で次の町に移動して、前の日着いとかないとその日のうちに体調悪くなって、いや起きられない、今日舞台出できないとなっちゃいけないんで、せめてだから、京都の時はその日の夜には大阪に着くようにして、大阪の時は夜には横浜に着くようにして、そしたらそこからもうハッテでも行けるし、もうねタクシー呼んででも映画館前まで行ってもらってね、ハッテ映画館まで行ってまた挨拶すればいいなと思って、でもちろんその喋ってる時は、ね、もう元気いっぱいで喋るんですけど、また終わると終わったとなって歴史通りになってしまうんですけど、ね、みたいな。でもなんとかね、この1ヶ月のツアーこなせたんで、まだわかんないです。今、昨日終わったから、東京終わったんで、ほっとして明日からまた寝込む。いや、今晩から寝込むかもしれないんですけど、結構精神力でね、で映画やってる時も本当に、もう3時間睡眠とかで2週間とかって昔やってましたけれども、終わったらもう、なんかだいぶ一月寝込んだりしても、その間ってなんとかなるもんでね、やっぱ人間根性だなと思って、いうのがあったんですけれども、まあどうにかね、もう本当こんな体だったけれども、こなすことができて、昨日東京が終わり、でここでさっきの東京の話に戻るんですけれども、その
久保君っていう、沖縄出身の俳優さんと一緒にトークさせてもらって、ね、だからやっぱり、うん、終わってからもちょっとみんなで乾杯ってしながら彼と沖縄少年と話したんですけれども、やっぱりなんていうかな、最初は、もうそうそう、彼がやっている YouTube 番組に僕が映画紹介番組なんですよ。そこに僕がゲストで出してもらって、でそれも前の僕の前作沖縄シリーズ僕 3本撮ってるんですよ、ドキュメンタリー沖縄戦と乙女たちの沖縄戦、そして今回の沖縄競争曲で、この先の2本は沖縄戦戦争時代の話ドキュメンタリーです、なんです。でも本来僕は、劇映画の監督で青春映画を撮ってる社会派監督でオリバーストーンとかそんなノリじゃないんですよ、でそれがここ3本がドキュメンタリーで、まあ、ただね、その ドラマシリーズ、ドラマの頃も、朝日のアタリエっていう原発事故を扱って映画撮ってるんで、まあ、ちょっと社会派だったりするんで、なんか最近すっかりドキュメンタリー監督とかね、社会派映画監督とか言えるけど、ね、もうずっと青春映画の監督なんですけど、で、なんですけど、その3本を、何の話だっけ、本当、物を死んでるので、ね、すぐ忘れちゃうのって、ファイディングドリーですけれどもね、すぐ忘れちゃうのけど、その3本を取って、何を言おうとしたんだっけ、本当に言ってて忘れちゃうんだよな、本当ね、見たみんな、いや監督元気そうじゃないですか、もう以前より元気ですよとか言われるんですけどね、脳死んでるし、で脳って一部が死ぬと他に影響して他の機能も全部落ちるんですよね。でそれは、2年ぐらいかけてリハビリしていくとだんだん昔に近いぐらいに脳の機能が戻るんですけど、やっぱそこまでないだってものすごく記憶力悪いし、覚えてたことも思い出せないし、人の名前も名前とかタイトルとかダメで、映画のタイトルとかって本当にもうパッと昔以前は言えたんだけどそれ言えなくて、ね、自分の映画のタイトルでも間違うことあるんでね、ちょっと大変なんで、もうちょっとその辺皆さんご存知で割引して見てくれてると思うんですけれども、もうダメだやっぱりね、多分今日の夜ぐらい弱ったで倒れてしまうと思うんですけれども、まあ、なんとかこの YouTube 番組はあって、まだこの映画はまだ、他の地区では続いていて、で大手の映画みたいに全国一斉ロードショーとかではなく、東京をやって、沖縄やって関西やってっていう風な形で、でまた、東京が終わり、埼玉もやってくれましたけど終わりで、また別の、今度はそうだ今日あれなんだ、兵庫県の映画館の舞台挨拶にネット出演、ズーム出演しなきゃいけないんだ、まあ、本当の死んでるのすごいですけど、まあ、午後からなんでね、っていうのもあるので、それまでに誓いなきゃいけないんだけれども、というのも出演して、それが多分ね昨日からじゃないかな、その映画館は、分かりません、ちょっと本当に脳が死んでるので、でもそんな形でこれから始まっていく映画館もあるので、ぜひまだこの下の欄のところに、公式ホームページのアドレスをいつも貼ってますけど、でそこをチェックしてもらうと、ね、皆さんお住まいの街のうちの近所の映画館に、今やってるんだなとか、来週から あそこでやるんだとかっていうことが分かるので、まあね、見てあ、まあなんだ見たかったのにもう終わってるよ、いつの間にやったんだっていうこともあるかもしれないですけど、それが分かる公式ホームページの、アドレスを貼ってるので、ぜひそこを見ていただいて、興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。でもとにかく評判良くて、昨日でも終わってから必ずサイン会、パンフレットのサイン会する、いやパンフレットがめっちゃ売れて、こう映画見た後におさらいするのにとってもいいように作ってあるんです。いろんな情報とかね、コザボードとは、コザボードでね、コザ放棄とはどういうことであったかとか、日米、通商条約とはどうだかとかね、いろんなこと書いて、で年表もありますし、で出演者の あの人ってどういう人だったかな、ああ沖縄の大学の先生なんだとかっていう紹介もしてるので、非常に評判良くてね、昨日もなんかすっごい売れて、でもサイン会 した時、まあ、皆さんから感想を一言ずつね、どうでしたか、いかがでしたかとかね、文句あったら言ってくださいとか言いながらやるんだけれども、まあ皆さんどこの町でもそうです、東京もそうだし大阪もそうだし沖縄もそうです、皆さん熱く語ってくれるんですよ。僕はもう病気で弱ってますけれども、だからで、そうそう、そこでね、そう最後にちょっと話そうと思ったのは、嬉しかったのは、大体多くの人、この映画作る以前
沖縄の話を聞くと、沖縄は大変よね、ね、基地があってするけども、まあね、中国のことを考えると基地も必要だしね、でも沖縄の人たちに寄り添いたいよねという他人事、人事、私は関係ない、高いとこから見下ろして沖縄の人かわいそうよね、応援したいよねみたいなっていう立場の人がやっぱとっても多かったし、で僕もまあそのグループだったと思うんですよ。沖縄のことよく知らなかったんで。でもこの映画を見ていただいてした時に、一人でもそういうふうに他人事のように言わなく、これ実は沖縄の問題じゃなくて、沖縄の基地問題っていうのは日本の問題であり、僕らの問題、あなたの問題なんですよね。でそれどれだけこう沖縄だけでなく日本人が踏みつけになっているか、でそれも、米軍によってっていう面だけではなく、それを利用している日本の政治家や、団体というか会社企業っていうのもあって、でその人たちが米軍の前は皮をかぶって、皮をかぶっていうかな、米軍の、御厚の下で大金儲けをしているっていう風なだって、それを隠すために、米軍を利用してるっていう。だから米軍は本当はもう撤退したいんですよ。日本にいても意味がない、まあ、その辺の話以前にもしましたけど、でそれにそれをマスコミは伝えない。だってそのね、あの建設屋さん、あの時計屋さん、なんだ、建設会社っていうのはもう大手のもうスポンサーですから、マスコミの。だからそういう人たちがマイナスになるようなことはやっぱ書かない。だからもう本当今回思いましたけど、マスコミっていうのは正義の報道とか真実を伝えるとかっていうことではなく、自分たちのスポンサーのための広報をするのが主なるところで、もちろん思いのある記者さんや、キャスターの方もいますし、で今回もこの映画を紹介したいって言ってくれた大手新聞の記者さんもいましたけれども、全部 NG っていうか、あの却下されて、で大手新聞、だからあのテレビに関してこの映画のことを紹介してくれた、メディアはありません。だってね、そんなこれ紹介しちゃうと、その彼らのスポンサーである人たちがどんなひどいことをしているかっていうことがバレちゃいますからね。だから紹介してくれたのは沖縄の、大手2社、それから赤畑さんと、で例えば、誰だっけ、ラサルシーさんは、なんだっけ、あの週刊じゃないや、日刊現代に自分のコラムを持っているので、そこでこの映画のことを詳しく語ってくれたりしましたし、東千鶴さんも自分の、フェイスブックやツイッターで、だから山本太郎さんもツイッターで紹介してくれた、八幡愛さんもそうだし、あそれからもう本当ね、もうすごい名前がもう昔の方出てこないんだけど、そういうふうにいろんな方、立憲民主党の原口さんも、ツイートでもそれから自分のネット番組でもこの映画紹介してくれましたし、だからそういう方々、心ある方々、やっぱ沖縄のことを考えなきゃいけないし、それで金儲けしてるような人たちがいるんだということを、皆さんこの映画を見て発信してくれて、でそれを見たり聞いたりした人たちがまた、あそれは見なきゃいけないってことで来てくれたので、もう本当にマスコミ、ほぼ大手マスコミ完全無視、もう封殺されそうになった作品ですけど、そういう方々、そして一般の方々でやっぱりそういう情報を探して、僕のツイートを見たりフェイスブックを見て、あこれは見たいな、これ見なきゃなっていう人たちが来たんで、本当連日多いで、東京も4週間もう毎日のように多くの人が見てくださって、本当ありがたかったです。でまだ他東京以外の上映続きますし、東京ももしかしたらね、夏前ぐらいにどこかでアンコール上映っていう、ちょうどね慰霊の日、6月にありますよね、沖縄戦が終わった日に合わせて、あるいは終戦記念日に合わせて、再上映みたいな形もね、もう配給会社はもう検討して、映画館と今そういうふうな交渉してくれているっていうふうな状況なんですけれども、まあとりあえず東京は終わりましたけど、まだ上映は続いています。でまた僕も、そのネットで配信というか宣伝はしていきますので、またいろんな話そこでさせてもらいます。カチンコがないんで、それでちょっと今この。なんだっけこれ、YouTube じゃないかな、ノートパソコンじゃない、あ、もう本当言葉が出てこない、iPad だ、iPad、
iPad カチンコしてるね。ということで、またこんな話していきたいと思います。ではカチン。基地については残念ながら日本は植民地ですよ。これは基地があれば向こうからミサイル飛んでくる。だからそういうものとして考えてる沖縄と見物席から考えてる東京はね、全く違いますね。沖縄県の試算だと2兆5000億かかるっていう。あんまり内地の新聞やニュースで出ないっていうのは内地の人たちに知られたくないんじゃないかなとも思いますね。中国なんていうのはもうアメリカに届くミサイル持ってるわけでしょ。ミサイルでボンと、ね、撃たれたら沖縄なんてもう木っ端みじんですよ。皆さんに公開されてるのがたったこれだけの紙切れ、不透明、ブラックボックス、憲法より上の存在。総理の身にも一切耳に入らないわけですよね。何ですかこれは。どこまで沖縄の人は我慢すればいいって言うんですか。沖縄競争局。